シェイク・ファハド・アル・サバーハは、クウェートオリンピック委員会の創始者である。当時クウェートの主張であった、ジャービル・アル・アフマドア・アイコール・サバーハのイフテで、アフマド王子は息子である。ファハドはクウェートにおける、スポーツの発展に尽力した。またアジアオリンピック評議会の初代会長でもある。1982年の FIFA ワールドカップの一次リーグで行われたフランス対クウェート戦で、 フランスが3対1でリードした状況で、フランスのアランジレスが放ったシュートは明らかにゴールネットを揺らしたが、クウェートの選手側からスタンドの笛の音で試合を止めてしまったという趣旨の抗議が行われた。誰もがこの抗議は聞き入れられないと思ったが、客席で観戦していた母の王子が突如スタンドからピッチに乱入し、審判に何事かを告げたところ、当初は 得点を認めていた審判が突如ゴールの取り消しを宣告した。サッカーワールドカップの歴史において一度認められたゴールが取り消された唯一の事例である。試合結果はフランスが4対1で勝利している。1990年のイラクによるクウェート侵攻の際、クウェート国際空港から国外へ脱出しようとしたが失敗し拉致され、イラク軍に身分が発覚するや、 稲や射殺された。ありがとうございます。